ハローベイビー、ハローベイビー、ハローベイビー。はい、どうも中山です。本日は茨城県土浦市に来ております。土浦横丁というところに、なんと神の手を持った男がいる整体院があるということで、ちょっとその神の手を持った男の整体院に行ってみようかなということで土浦に来ました。整体院もみの木、ここにね神の手を持った男がいるということで、土浦横丁、これね、なんかねちょっといろんな居酒屋とかもいろいろあってね、おしゃれだな。土浦市桜町、整体院もみの木、土浦横丁店、ここですね。ここにね髪の毛を持った男がいるらしいんで行ってみましょう。はい、ということでこちらにいる方が髪の毛を持つ男です。そしてなんとこの人は僕の高校の時の担任の先生なんです。はい、大先生なんです、実は。はい、で先生が知らぬ間に20年ぐらい修行をして神の手を持つ整体院になったということなんですよ。はい、まあ、本当にねこの先生高校の時本当ヤクザみたいな人で、まあ、今日もサングラスしてて、高校でもヤクザ大門のサングラスしてて、組長って呼ばれてた先生なんですよ。はい、組長、それがね今すごい整体院になっちゃったんで、びっくりした。先生よろしくお願いしますね。お願いします。大先生よろしくお願いします。八木下大先生、八木下先生です。八木下先生の神の手をこれからやってもらおうと思います。でぶっちゃけ先生、僕人生でこの整体とかマッサージをやったこと一度もないんですよ、実は。本当に本当に。で僕まあ基本スロット YouTuber で朝からスロット打って撮影してて、ずっと撮影して座って、その後も編集も自分でやってるんで、もう一日中座りっぱなしで腰とか足とかもうかなりガタガタしちゃってるんで、今日は神の手でよろしくお願いします。わかりました。お願いします。じゃあ頑張ろう。いや僕は頑張んない、先生頑張って。頑張ります。今これが僕のバランス、やる前のバランスってことですね。そう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 。あ、右じゃない、左左で、今度横向いてください。横こっちで、はいはい、典型的な猫背ですね。ああ、猫背です、超猫背です、ね、猫背の治り、胸張り、はい、肩こりとかの原因って、はい、ここで中の丸みと腹が、はいはい、これが綺麗な姿勢になると肩こりがかなり減ります。おお、なるほど。腰が本当にやばいんで、今いい姿勢だったら逆に腰の痛みとかが左足の方が1センチぐらい長いですね。1センチも長い。で膝もう左の方が長くなってるんで、多分骨盤が歪んでると思います。骨盤が歪んでる。で骨盤チェックします。骨盤チェック、はい。逆になってるでしょ。でこういう場合大体骨盤が歪んでるんですよ。言葉が歪んでる。そう、こんな感じで人生歪んでますからね。うん、しょうがないね。じゃこの歪みを正しましょう。基本ちょっと痛いぐらいじゃないですから、痛気持ちいいぐらい。わかりました。どう、痛い、痛い、ちょっと痛いです。まあ痛気持ちいいですよね。うおー、はあ、おい、あ、ちょっとこんな感じなんですね。ほんと初めてですよ、マッサージ屋さんとか一度も行ったことないんで。あ、ほんと。下半身のマッサージ屋さんは、下半身マッサージ屋さんは、はい、若い頃はしょっちゅう下半身のサービスはいたしませんいやいや大丈夫です。痛気持ちいいっす。いいっすね、うん、目疲れてる人はこの辺はギンギンきます ね、 ね。それで動体視力回復するかもしれない。気持ちいい、すげえ、これは気持ちいい、すげえ気持ちいい。よし、これで見倒してうまくなったかな。うわすげえ、マッサージ機みたいだ。うおうお、これ大丈夫？はい、ギリギリ、これでギリ、これでギリ、まだまだ全然 20% ぐらいしか出してない、ね、出力20%で、これすごい。うわ、それ痛い、すごいきます。うわ、
こんなの 5% ぐらいだよここら辺の張りはね、結構腰痛い時に腰だけほぐして治ることってあんまないから、ね、ああ、なるほど。お尻とか、あと今のところ背中とかね、うわー、僕らうわーって、あ、でもあんまり痛くなくなってきたでしょ。はい、すげえ、今はすげえ気持ちいいっす、めちゃくちゃ気持ちいい。今まで背中と腰に比べたら断然気持ちいいっす。断然気持ちいいね、はい、よかったっす。ここはね、腰と直結してるんで、引きますね、うん、急にきた、うん、あー、それ痛い、初の痛い痛い。この辺お腹のあたりのツボで言うと大腸、小腸ってことですか。そうそう、そのツボか。ああ、確かに。山美さん大丈夫ですか。飽きてないですか。大丈夫です。ありがとうございます。いえ、で撮影してたこととか忘れますよ。忘れるわ。お、揃ったね。何 T シャツのように書いてあるの。ああ、これはこれでもあれなんですよ、僕の出すのはほら実はバースデーっていうバンドの T シャツなんですけど、うん、たまに疲れることすげえあるんですよ。まあやっぱ使ってるってことですかね。そうそうそう、仕事どうですか。パソコンでマウス使う。使いますね。それも結構くるよ。なるほど、高いね。優秀、それは優秀なんですね。優秀です。よかった。あんまり人に優秀って言われないんで。肩甲骨だけは優秀。肩甲骨優秀、よかった。じゃあそれを生きがいに行きます。よし、頑張ってくれ。はい。受けになってください。はい。まだあるんですね。あります。不思議な世界だ、今。気持ちいいっす。なんか、持ってかれた感じですね。持ってかれた。うん、大丈夫。もう、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 大丈夫ですか。大丈夫。大丈夫ですか。腰痛用に大腰筋を。大腰筋、痛気持ち悪いよ。痛気持ち悪い、うん、ああ、痛気持ち悪い。確かに気持ち悪い。なんか気持ちよさと腰筋っていうところなんですけど、あ、痛い、ここをね、ストレッチしますね、はい、まあまあ、ギリです、ギリ。肩はすごい上がるよね。だから見た目がかっこよくなるし、だね。首張りますね、はい、首張ってます。これをほぐします。痛いですね。痛いね、かましたね。これ痛いですね。楽になったでしょ。はい、楽ですね。痛いでもないでしょ。ああ、だいぶ、ああ、さっき気持ちいいでしょ。はい、確かに。じゃ後ろもほぐして、ああ、これとかにしよう。持ってかれた。はい、取ります。どう、痛いところある。ふわふわしている、ふわ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 飛んできそう、飛んできそうだこれ。ああ。ここは大丈夫だね。で、横向いて今度。全然いいでしょ、姿勢。うん、綺麗。あ、これは綺麗になってるんですね。そう。なるほど。横、こっちで。はい。はい。典型的な猫背ですね。あ、猫背です。超猫背です。うん。これが猫背だったのかな。うんうん。あ、そういうこと。待ってるとかですよ。はい、OK です。OK ですね。はい。はい、美しくなりました。はい。はい、ということで、いやー先生、めちゃめちゃ気持ちよかったです。ありがとうございます。すごい体が楽になって、めちゃめちゃ気持ちよかった。さすがゴッドハンド、ありがとうございました。よかったです。ありがとうございます。はい、はい、整体院もみの木土浦横丁店、はい、まあこちらにね、ぜひ気になってね、ゴッドハンドを受けたいという方いらっしゃいましたら、予約は電話でも大丈夫なんでしたっけ。大丈夫です。はい、こちらに直接電話予約も OK です。詳細載せておきます。あとはホットペッパービューティー、はい、こちらからもなんか予約ができるみたいです。はい、で今回特別、この動画、中山バカの動画を見ましたって言ってきてくれた方には、まずこちらの初回料金の検査料か、こちらが本来初回だと2200円かかるんですが、こちらが無料に、はい、はい、こちらの2200円がサービスします。さらに10分延長で、1100円かかるんですけども、こちらもサービスします。はい、ということで中山バカの動画を見てきたって人には合計3300円分、はい、サービスいいですね先生、これで。はい、はい、大丈夫です。サービスしちゃいます。ということでぜひ
気になった方はこちらの神の手ゴッドハンドを受けに来てみてください。はい、すごい気持ちよかったですよ。ありがとうございました。はい、ということで、はい、ゴッドハンドを受けてみたでした。ということで先生、飲み行きましょう。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、飲むぞ。